二人の間にできた子供を AI が予想して写真にしてくれるの。そうです、そうです。これで、あ、それ、あ、あ、つけるんですか、つけるんですか、コンピューター壊れちゃったね。一回全員ちょっと撮ってもらっていいですか、レアなんで4人ともメガネかけてないっていう。あ、はいはい。こっち向いてもらっていいですか。はい。なんか、別のチャンネルみたいですね。悲しい顔。違う違う、ハゲてるわ。笑顔。あ、いいっすね。あ、ちょっと。あ、いいっすね。いや、悲しみ。怒り泣いてませんね。これちょっと、まーさんが強くないですか？おやきさんのまーさんの子供？あ、かわいい。でもかわいい。あれ髪型菊さんだね、ちょっと。入ってるね、ちょっと。あ、これも、髪型もやっぱ菊さんが強くなりますね。岩川さんと菊さんの子供ですね。菊さんが一番嫌がるやつだ。うわ怖い顔してるな。ホラーじゃん、ちょっと。こんな顔、子供目指せダメよ。まさか。なんか、人を叩き殺してる顔してる。叩き殺してる顔してるの。そこチャンネルのチャンネル登録をよろしく、よろしく、お願いします。ちゃ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 。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、なんか、最近、面白いアプリ見つけたんで。はいはいはい。はい、どういうアプリ？この写真撮ったら、まあ男と同じ写真撮ったら、それでできる子供の写真が出来上がるってアプリです。ああ、そういうことか。はいはい。お二人の間にできた子供を AI が予想して写真にしてくれる。そうです、そうです。ああ。それで、岩さん見つけたんですか？あ、私は見つけました。本当ですか？私は作りました。暇だったんで。岩川さん、それ見つけたんですか？本当ですか？あ、本当ですか？なんでそんな。いや、たどたどしかった。誰かに聞いただけでしょ、それ多分。殴ります。ちょっと今日やってみましょう。まあ、前のおじいちゃんにしたやつとか、男顔にしたやつとか、感じかな。あれも私は見つけたやつです。絶対、あれも人に言われただけでしょ。あなたが見つけれるわけないじゃないですか。寝て歩いて、寝て歩いてしてるだけなの。YouTube 置いてよ。すいません。いろいろ広告入るわ、そのに。じゃあちょっと。私の、この携帯、いいですか、ね、皆さん理解してます？だから、ね、子供作ったらどういう子供が出てくるかっていうのを。子供できませんよ。ああ、わかった。はい、はい、大丈夫です、大丈夫です。タイプカット。写真で作るんだよ。タイプカットは関係ないです。大丈夫。はい。え？よかったら分かりやすく説明してあげてもらっていいですか？あ、二人の写真を合わせて、はい、こう、どういう子供が出てくるかなっていうのも、この携帯でやるっていう。これで、あ、それ、あ、つけるんですか、つけるんですか、コンピューター壊れちゃったね。難しいこと言うから。なんか煙出てましたね。カメラで。じゃあ一旦写真を撮るとこかんか。はい。じゃあみんな4枚ずつ写真撮っておきます。うん。そうですね。じゃあ。でも、どうします？みんなメガネですけど、やっぱ、メガネ撮った方がいいんですかね。メガネ撮った方がいいんですかね。撮りますよ、一応。赤ちゃんはメガネしないですもんね。うん、はい。じゃあ。じゃあみんな撮りましょう。はい。じゃあまず、もうお母さん。一回全員ちょっと撮ってもらっていいですか、はい、レアなんで4人ともメガネかけてないって。あ、はいはい。こっち向いてもらっていいですか、はい。なんか、別のチャンネルみたいですね。だから、ここチャンネルなんだけど、よく見たら違うみたいな。偽物チャンネル。仮面ライダーの。そうそう。サマフラーの色変だな。あ、さばちょくください。うん。いいんだ、マスク向けば。このカメラ見てください。はい、目線はカメラで。いいですね。はい。もう4枚撮ればいいですよ。じゃあ、こいつこのカメラ見てください。いや、変な顔してる。まあ、でも、いろいろな表情あった方がいい。あ、そうなんですか。じゃあ、まず真顔で。違う。なんで、普通の顔、一番普通の顔。真顔がわかんないよ。普通の顔。
じゃあ笑いましょう。じゃあ怒りましょう。じゃあ困った顔しましょう。悲しい顔。じゃあハゲてるわ。こっちを見てください。悲しい顔。いいですね。引くのはもうちょっと表情取ってみましょうか。はい。メガネ、ごめんなさい。で、普通の子、あ、いいですね。見てください。ちょっと下向いちゃう癖が出ます。ダメだ、下向いちゃう。顎を上げましょうか。うん、顔を向いちゃって。あ、いい、すごい。うわ、頭もいいよ。頭決まってますよ。いいですよ。目開けましょう。こっち見てください。身に入って。じゃあ、表情変えろって言ってるの。あ、いいっすね。あ、ちょっと恥ずかしい。いい顔してますよ。よかったです。すごくよかった。笑顔。あ、いいですね。いいですね。あ、いいですね。じゃあ、怒ってみましょうか。あ、いいですね。あ、いいですね。泣いた顔見ました。あ、いいですね。あ、いいですね。あ、いい顔。私も目見せかなと思って。あ、いいか。メガネ一発蹴飛ばすなよ。とりあえずでしょ。じゃあ、もう言わずにしよう。はいはい。真顔で。笑顔ね。かき気味のこれ。曲がっていくから。怒ってみましょう。あ、悲しみ。曲がってんだからメガネ。あ、いいっすね。悲しみ。曲がってくる。あ、いいんじゃないですか。うん。うん、じゃあちょっと今から。あ、僕のもの。あ、そうそう。悲しい。喜んで。怒って、うん、怒り泣いてませんね。普通の顔お願いします。はい、もういいですね、はい、あ、できたできたできた。で、女性、女性だったら、うん、じゃあその女性を選ぶ。はい、一番、うん、適当に、ね、でもこの、あ、そう、間違った、間違った。じゃあもう、ここら辺を言う。どっち選べばいいか？うん。心配で言う。ん？あ、追加。追加でいいのかな？うん。4枚選んで。4枚。あ、出ちゃった。これで追加。で、うん、皮膚の色は肌色で男性ですね。うんうん、まだマーさんですよね。はい。ここからこのマーさん。どんな顔なんでしょうね。キムさんとマーさんの子供ね。ガキが。ガキで急に、ね。何ガキって言うの。子供ね。はい、子供です。はい、子供、はい。で、肌の色を決めて、速攻で。ちょっと待たないと。あ、時間かかるんですね。はい。これも欲しかったですか、二人は。お互いの。考えたことないですか、そんな。あ、ないですね。ない。欲しくないですか。僕は子供、長い。私は前ちゃんの子供がない。うん。もし、最初言ったんだよ、最初は。もし前ちゃんがカットしてなければ、うん、多分、結婚してれば多分産んだと思う。一人はね。よかったな。一人は、なんかよかったな。聞き逃さなかった。まあ、それは。ちなみにちょっと、はいはい、暇だと思うんで、これが僕が試したやつです。え、かわいい。はい、かわいい。誰がこの誰との子は言わないでくださいね、まあ、はい。誰と誰の子なんですか。このだけわかんないんですね。全く想像つきませんよ。わ、かわいい。ほら、天使。かわいらしい。あ、かわいい。これ、誰だろう、この関君ね。かわいい。これ、そんな言い方やめて。ほら、かわいいじゃない。あ、ちょっと違う。あ、かわいい。めっちゃかわいい。はい、これ僕と橋本環奈ちゃんの星。おお、そう、
あのバイトを今年行ってないなと思ったらそんなことしてた。カンナちゃんとの子供がこんな感じかグーグーって言ってた。じゃあやったらなんかツイッターでやりましょうか、その日誕生日の女性芸能人との僕の子供。カンナちゃん以外にいたね、お母さん、その候補というか。ああ、好きな、ああ候補ですか、うん、いやもうとりあえずテストでそれやりましたね。そうだから、テストでカンナちゃん選んだわけじゃん、うん、はい、他にいなかったの、この子いいなっていう。あ、カンナちゃん以外、あんま最近の子知らないからね。僕なんかカンナちゃんの前は誰って言ったっけ、ウエトヤ。あ、そうだ。その時がね、一番人気いくんだよね、ちゃんと。時間空いてるね。どういう意味、今アメ食べた。今いいんじゃないですか。ね、出来上がった頃にちょうどコロコロしてるの。甘いのね。やめて。甘いの冷蔵庫。今そういう時間じゃないから。ちょっと取ってこようか。でダメだ。あ、いいですいいです。もうすぐできると思う。お腹空いたな。あんたが見つけたでしょこれ。飽きないでもらえる。これあの作るんですか、あの。プラなんかプラモデルなんかプラなんかプラモデルじゃなく、ほらほらよく写真なんなんなんだけプロプロ、あ、プロアルバイトステッカーステッカーだったよね、プロ、なんか違う、プロファイリング、違う、あのプロプロプロスプラハム、プラハムみたいな、うん、なんかそういう感じになってる、プラモプラロイド、あ、プラライド、あ、プラレードないよ、え、プラモデルじゃなくて、ほらこれ大きくなんだっけ、ポスターポスター、あ、ポスター、プロフィール、え、プロフィール、あ、プロフィールですか、これ写真みたいなことで出てるプロフィール、うん、あ、写真が出てる、何で見ましたそれ、え、あの、で、あの、何で 見たっていうか、あの、聞いたんですよ、聞いた、プラ、何だっけ、全然わかんない、難問だな、これ助くねえな、なんだこれ、謎解きだったら一生出れねえな、プラフィールじゃな、あ、そうそう、そう、プラライダー、プラライダー、プラライダーじゃない、プラライダー、そう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 それがプラレート、はい、そうです、プラロイド、うん、まあこれを印刷とかまあできないじゃないですよ、はい、できんですか、パソコンだったり、あの、コンビニに行けば、うん、あ、そうですか、はい、気に入っちゃいました、さっきの子供の写真気に入りました、あ、いいですよ、はい、欲しいです、はい、欲しいですか、欲しいですね、あ、写真にして飾ってきますか。いいかもしれない、生たちの子供が、はい、あ、いいね、なくなっちゃったみたいな、額に入れて、悲しい気持ちになりそう、仏壇置いておきましょうか。できた、あ、できた、できた、あ、これこれちょっとばあさんが強くないですか、これ、ばあさんの子供、あ、かわいい、あ、でもかわいい、ちょっとなんか、うん、表情が優れないですけど。え、こんな可愛くなります、あ、すげえ可愛い、これ、この子、まあでも可愛いですね、なんか可愛いですね、あ、この掛けも可愛い、なんかあれ型キクさんだね、ちょっと入ってるね、ちょっと、あー、キクさん入ってますね、あー、やっぱちょっと嫌だな、どうですか、入っちゃった、これ見えます、あ、入っちゃったよ、お前入っちゃったもん、可愛いじゃん、ね、多いですね。あ、これも髪型もですよ。やっぱキクさんが強くなりますね。ね、キクさんこんな髪型しそうですもんね。そうなんです。なんか髪留め絶対してますね。キクさん効果なんですかね。なんでこれ。ちょっとなんかちょっと おばちゃんみたいなこと。やっぱ。僕とカンナちゃんの子供の方が可愛い。言ってること気持ち悪い。お前とカンナちゃんに子供って言えんだ。天使だったでしょ、僕とカンナちゃん。確かに可愛かった。カンナちゃんに送ろうかな。僕との子供です。ツイッターとかね。カンナちゃんで今日も元気にしてるよって子供が。僕とカンナちゃんの子供だよ。またお母さん死にたいって言います。キキさんどうします、これ女の子だったら名前とかはどういうのつけたいですか、ゴミ女、バカ、ゴミ女と書いてゴミね、ステルスの女、
ステルスの女何それ、透明とかですか。あとポスケの女ポスケポスケって顔してる。ポスケ何、ポスケって何ですか。なんかわかんないけど言っちゃいけない言葉のように良くない言葉っぽいですね。確かに。ばあちゃんの間を取って身を取ってまさみ、まさみさんね、うん、あ、いいかもしれない。まさみさん、うん、男の子もいますよ。これ男の子はちょっとまあさみかも。さあなんだこの顔、まさみたまくんのこのやるなんだこの顔じゃん。なんであたまくんまさかず、まさかず、まさみとまさかずね、誕生しましたね。おばあちゃんしかしない髪型しますよ。本当だ。やっぱハゲてますね。ちょっとハゲちゃった。マーさんの遺伝子が濃いですね。男の子はやっぱり。ここでいいの？はい。はいはい。二王さんとケキさん。ブスですね。ちょっと見てください。いいですよ。なんか。外国の子供みたいじゃん。あ、ほんとだ、2世。ほんとだ。2世、2世。1世、2世。見せて、あれ。あ、え、これ男、女、どっち髪型は女の子ですけど、顔がさっきと変わらない。あ、これはブスだ。あ、これはブスだ。2世、2世。2世。うん、うん。なんか全然可愛くない。なんか老け顔ですね。うわっ、この画面ふとすぎちゃう。やめてくださいよ。僕の子供ですよ。頭僕とでもおやめろよ。なんか可愛くねえな。キキさんどうですか、自分で見て、うん、二号さんとの面白いと可愛いわ。いや、ひどい。これかわいい。これはブスだな。これかわいい。かわいいですよね。かわいい。はい、なんか男の子も、あれ、さっきと変わんないな。男の子と女の子も顔変わんないですよね。髪型が違うだけ。あ、これかわいい。あ、これかわいい。かわいいな。なんですかね、なんか老けてる気がする。でも、やっぱ、僕とカンナちゃんの子が。カンナちゃんがすれんだよ。カンナちゃんパワーだ。はい。キクさんが悪いみたいじゃないか。かわいい。かわいい。かわいい。絶対はい。名前つけましょうよ。キクさんの。うん。あ、どうですか、俺。僕とキクさんの息子なんですけど、これ名前は。ぼっくり太郎。ぼっくり太郎。違う。ぼっくり、ぼっくり太郎。ぼっくり太郎。ぼっくり太郎。たかのり、あれ、なんだっけ。たか。ぼっくり太郎。定住妖怪みたいな。たかのりじゃなくて、なんだっけ。たかのり。たか、ちゃちゃちゃ。僕はたかひとです。ひとね。やっぱぼっくり太郎がいいですよ。ぼっくり太郎がいいよ、絶対。ぼっくり太郎じゃあったじゃん。たかし。たかし。たかしじゃダメだよ。ぼっくり太郎のことなんねえよ。次はもう、岩川さんと、キクさんのことですね。キクさんが一番嫌がるやつだよ。まあまあ、選ぶだけなんで、僕やっちゃう。ああ、嫌だ。嫌ですか、キクさん。岩川さんの子供。俺も嫌だよ、別の子供よ。キクさんね。あの、心配してますもんね。もう、カンナちゃんの子供だけでいいよ。シンプルにキモかったな。なんか家で一人でやってたのキモいよな。平日の昼に。じゃあ、一枚目かな。うわ怖い顔してるな。ホラーじゃん、ちょっと。何これ。怖い顔が。めっちゃ受けてる。めっちゃ受けてる。めっちゃ受けてる。すごい怒ってるじゃん。怖っ、このシャチ。悪魔の子じゃない。666って書いてあるよ。ぶつー。あ、まだまあまあ。でもまあまあ、いなくはない。なんか表情が良くないね。やっぱカンナちゃんと全然違う。これなんすか、これ。どんな穴開けちゃう、これ。やめろよ。どんな開けよう、開けよう。なんか老け顔に見えるな、どうしても。もうこの先、お父さん、お母さん、親戚以外から可愛いって言われることはないでしょう。なんてことですか。ピークです。かわいい。かわいい、これは。まあ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 、ギリギリ子供だからって感じですね。
キキさんすごい覗いてますよ、これはちょっと名前つけるのがこれどっちですか、男性か女性かわかんないんですよどっちかな、どっちだ、男の子かな、どっちだ、男の子かな、なんか女の子みたいな感じ、でも髪型女の子みたいな感じですよね、これもどっちかどっちかわかんない、それは女の子だけど女の子それでかわいい、ちょっと薄いですね一番最初のやつ、左手にナイフ持っててもすごい似合いそうだから怖いなぁ、なんか怖い顔してますね、うん、ほらちょっと怒ってんだ怒りっぽいのかな、感触持ちな感じ、ね、まあ名前つけてあげましょうか、うん、じゃあ、うん、アクタロー、アクタロー、ダミアン、ダミアン、ダミアンですよ、アク、アク、悪採用された。ダメよ。うるさい。ひろゆきだから悪って。悪って。愛されてないな。絶対グレるわ。でもゆきは幸せです。悪の幸せとか言って悪ゆきですか。昔いた悪魔ちゃんみたいな感じでニュースになるかもしれない。知ったね。悪ゆき。悪ゆき。この感じは使いませんみたいな。悪の幸せか。うん、悪の幸せすげえな。意味深いそうですね、なんかね。どうします、なんか男性男性とかできます？ああ、いけるのかな。うん、確かに。いけないかもしれないから一応試してみようか。うん。マーさん、岩川さんとか。確かに。あ、そう。マーさんと岩川さんですね。うん。じゃあまあ女性って書いてあるけど、マーさんを選択してみましょうか。これ岩川さん買ったの？あ、はいはい。あ、な本当にルフィみたいな。いや、綺麗な。なる。暑いので。あ、これを被ってきたの、これ。あ、はい。どんな感じで。はい、はい、むげ、む、ええ、大丈夫か、いいじゃないですか、仕事絶対してないでしょ、もう見たらわかるこいつは無職無職ってね、無職書いてある、うん、無職がわざわざ帽子かぶってそこに出ない自己紹介いらないです結構です、あなたは無職ですねなんでバイターですあ、できた、あ、おろあれヨッターさんとマーさんの子供ですね、これが、あ、でもまだ可愛くないですか、これ可愛い、ね、うん、あ、可愛い、結構可愛くない、可愛い、なんか本当美人になりそう、うん、ほらら可愛いですね、可愛いですね、うん、まあまあ、あ、これだと思う、これ、これ、また、やっぱ悪魔が出た、悪魔が出た、なんだ、子供がこんなな、こんな表情することあります？このガキ、名前は何があったのよ、この子、あ、もう名前決めとして、マーサ、マーサ、マーサ、すごい悲しい顔してる、怒りと悲しみが全部ある。マッキーなんてね、まさかまさかずまさかずだそうです、まさかずまさかずでいいですか、バカまさかずでいいよ、いいんだ、まさの1だからまさかず、まーちゃんの1で、女の子は可愛い、あ、これがね、可愛らしい、可愛いね、あ、美人になりそうだよ、なんで男の子みんな変な顔してるの、女の子いい表情してるのに、男の子にするとなんか悲しみとか怒りの表情になっちゃう、これなんか、これなんか笑顔じゃなくない、笑顔なんかなんか違くない、なんかね、ホラーっぽい表情だよね、なんかはっきり笑って男の子だとなんかダメなんですけど、こんな顔、子供目指せダメよ、まさかずまさかずで、まさみ、まさえちゃん、どういう表情なんだよ、なんか人をただ殺したような顔してる、ただ殺したような顔してるの、これ、犬の絵やってるの、地辺の絵で、イカウナキみたいな顔だよね、この絵でまさえちゃん、ずっとやってます、名前つけるの楽しくなっちゃってるから、最後岩川さんと仁王さんでいいんじゃない、ああ、それ行きましょうか、髪長い子可愛いよね、可愛いね、うん、ただ素直でしょ、ただもう髪長い子可愛い、あの昔はよく似てると言われてた2人ですから、そうそうそう、男性、まあどっちでもいいか、じゃあ男性岩川さんにしてみましょう、
私女性の方がいいんじゃないですか。あ、じゃあ変えましょう。おばさんですもん、ね、おばさんの方これいつも白を選ぶけど白って白人のことだろうな。肌の色、うん、あ、うん、そうだね。これちょっと変えてみる。こっちが肌色でだ、ね、うん、こっちにしてみましょうか。あ、だからさっきちょっと海外の子供選んじゃったんだ。マーサ麦わらとか被んないです。マーサ帽子好きじゃない。あ、そしていいよ、母さん。あ、嫌だな。なんで嫌なんハゲそうだ、もう。いいですか？はい。なんで嫌だ。嫌だ。でかい。嫌だ。やうまい。これは似合うな。似合うじゃないですか。めちゃくちゃ似合う。うわ、もう、いるわ。どの田舎にもいるわ、この人。え？その歯じゃなくバージョンも見たかったですね。確かに。いれば今抜けてるバージョン。抜けてるバージョンでね。あ、そうですか、ね。はい、そういえばうちの死んだ親父もやっぱりこういうの被ったんですよ。して、うん、これを横にして被ったんです。横、これ曲げて。横ちょっとどういう感じですか。これをイメージがつかない。これを頭をこういうふうにして。うんうん、ああ、すごいカーボイハットみたいな。カーボン、うん、カーボイ、そのカーボイみたいな。やったぞ、うちの死んだ親父が。うん。森若さんはやればいいじゃないですか。ああ、やんないですよ。かっこいいみたいに。かっこいいかもしれないですよ。かっこいい。麦わらでやってる人あんまいないんで。はい。これを。うん。ここ。あ、かっこいい。似合いますよ、やっぱり。似合いますよ、って。いいじゃないですか。あ、平日の昼間からそういう。バカっぽいじゃん。かっこいい。かっこいい。いや、別にもう、このままでいいです。一番時間かかってきたし、うん、似てるから分かんないの。あ、できた。できた、できた。じゃあ、あら、また海、めっちゃ海外の人になっちゃったよ。あれ、本当だ。本当だ。うわ、歯がなくて怖。まあ、赤ちゃんだから歯ないのかな。え、なんか、どっちにも似てなくないですか。うん。うん。あ、これ。かわって可愛い子の女の子、メスじゃない、メスであ、可愛い、うん、あ、くそめえかわいい、これ本当だ、これ可愛い、あ、これも可愛い、はい、まあ、髪型ちょっと変わるんですね、あ、これも可愛い、なんか意外にね、意外に可愛らしい子になっちゃいましたね。あ、可愛い子ね。なんか、うん。そんなこと言いたくないんですけど、はい、菊さんが入らない方が可愛いよ。あ、お前がブスにしてやめ。そんなことはないんですけど。あ、ブスの元だよ。味の元みたいに言うの。この2人とかこの2人の方が可愛いかも。見る見る分かる。見る見る分かる。いらない。見る見る分かる。いらない。本当に。そうやっていられれば本当に。いらない。落ち込んでじゃねえか。別なまた。別なまた。いらないですね。まあね。ブスマモと呼ばれただけやもんな。さあ、馬鹿にされるすんじゃない。ブスマモなんて。ブスマモなんて言葉ねえんだよ。ハルコはブスなんて。ハルコさん。そう。この親です。あ、お母さん。うん。母ちゃんね。あれがブスなん。そんなことないよ。そんなことないよ。キクさんもブスじゃないし、可愛らしいじゃないですか。でも実際ブスになったじゃないですか。言えると。組み合わせがね、たまたま。うるさい。もう子供作るなよ、お前。ブスになるから。こうなっちゃうんだ。子供作るなよ、ブスになるから。あ、もう子供いたんだ。いねえよ、バカ。見ほいっぺ。それは本当に失礼だ。ここにいない人が言うのは。ただ嫌なこと言っちゃったね。見ほは美人だよ。先生、美人っすよね。見ほは美人だよ。嫌なこと言う。子供ちゃん、本当に可愛かったんだ。面白くないし、嫌なこと言っちゃった。嫌なこと言っちゃった。ゆうちゃん、美は美人だよ。いつもだけどね。悪太郎が。悪意っていうの。悪意っていうの、まあ。悪意ってな。そこそこ、そこそこ、そこそこ面白い。いや、とても面白い。そこ、そこ、そこチャンネル。
終わりです。ありがとうございます。